これ非常に見やすくて簡単でおすすめということになります。はい、まあ、直感的なメーカー純正のプラグインソフトです。で、積極的に使っていただいた方が僕はいいと思います。これね、じゃあちょっと長江さんの例でちょっと出してみますね。はい、ちょっとプリントの方法だけご紹介しますね。はい、この、まあ、これフォトショップになりますけども、フォトショップのファイルの中から自動処理っていうのがあります、ね、自動処理で、自動処理に、ここにエプソンプリントレイアウトっていうのがあります。エプソンプリントレイアウトっていうのを起動します。はい、でそうすると、この作業中の画像を転送しますかって聞いてきますので、これを OK にしますね。でここで何点も例えばこう開いてたりするじゃないですか。でそうすると最初のやつだけやるか、いや全部やってくれっていうか、そこの指定ができるということですね。まあ、作業中の画像を転送か、すべての画像を転送するかっていうのが選べるようになります。まあ、今1点だけなんで、そこで OK しますと、でここでプラグインが起動していきます。はい、まあ、こんな感じで出てきました。はい、ここですね。はい、でまあ、当然こうプリセットで設定を保存しておくというのができると思うんですけども、まあ、プリンター必要なプリンターをこう選んでやることができます。まあ、ここちょっといっぱいありますけども、まあ、通常はね、まあ、皆さん一機種のお使い、まあ、いっぱい何台持ってるよって人はこういっぱい出てくるかもしれませんが、まあ、通常はこう1台、まあ、BX5A2 でやりますと。でここで今度用紙を選ぶことになりますね。はい、写真用紙なのかプリスピアなのか。はい、で純正紙はこれでいいんですけど、一つ問題として他社製の紙どうしたらいいんだっていう話になってきますね。で他社製はメーカーさんの方でパッケージに用紙種類を何にしてくださいって書いてあります。で例えば、まあ、バラ板系ですと、まあ、絹目帳を使ってくださいとか、まあ、写真用紙でもいいですよっていう、そういうような書き方あると思うんですけど、まずそれをね、言われた通りにやってみてください。でそうすると結構まあ、もちろんメーカーさんがね推奨しているものなので、それを素直に使っても問題はありません。で、まあ、例えば、まあ、絹目帳を選びます。でそうすると今度サイズですよね。でサイズ、まあ、今 A3 伸びになってますけども、じゃあ仮に A4 にしましょうとなります。であとはまあ手差しなのかオートシートフィーダーなのかとかありますよね。まあ、これはプリンターによって出てくるものが違うと思うんですけども、まあオートシートフィーダーを選ぶとか、であと印刷品質ですね、まあ、高精細か超高精細どちらかでいいですと。はい、で、カラー設定ですね。ここがポイントになってきます。よいしょよいしょよいしょ。今モノクロの設定が生きてますけども、ここがさっき一番最初のスライドでご紹介したところですね。まあ、プリンターによるカラー管理でもいいですし、ちょっと ICC プロファイルやってみましょうね。 ICC プロファイルを選択します。そうするとこういう形で出てきます。で出力 ICC プロファイルを選択っていうのが出てきますけども、ここでまあ自動選択になると純正紙のプロファイルが当たるようになってます。純正紙をお使いの方はもうここでこれで OK ですね。はい、でこれが他社製の紙になると、ここにベロって出るとこうプロファイルがこういっぱい出てくるんですね。こうやってよいしょ、この辺なんかは羽根見売れが出しているものになりますけどですね。でそこでプロファイルを選びます。でマッチング方法ですね。でこれをまあ知覚的か相対的かで選びます。でちょっと説明先にしちゃいますが、この黒点の補正っていうのはあります。で知覚でも、相対的でもこうチェックができるようになっているんですけども、これチェック両方ともつけてください。知覚的でも黒点の補正のチェックをつけます。今日はちょっと説明省きますけども、黒点の補正チェックありということです。もし詳しく聞きたいという方は29階に X ライトの富川さんという方がいらっしゃるので、その方に聞いてみてください。詳しく教えてくれます。はい、はい、でこれでもう印刷でいけますね。はい、もうこれだけなんですよ。単純でしょ、簡単でしょ。非常に間違いがないんで、僕もこの形でプリントをすることが多いです。はい。